スペインでは来週にかけて連日最高気温が40度を超える見込みで、気象当局が高温警報を発表しています。スペイン南部では一番暑い夕方の時間を避けて行動する人が多いため、夜に比べて今人影はまばらです。北アフリカで発生した熱波に覆われる影響で、スペインでは9日から各地で最高気温が40度を超える予報となっています。気象当局は高温警報を発表し、注意を呼びかけています。 For the people who needs to work, you know, like what is recommended is like try and only go out home at night. You want to go out and socialize, and you cannot because if you go outside, you die. 熱波による暑さや水不足によって、スペインでは名産のオリーブなど農作物の生産にも大きな影響が出ています。